チャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。寒中お見舞い、申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。いよいよね、これ総括といいますかね、米大統領選挙、本日、21日なんですけどもね、昨日、バイデン大統領正式就任ということになりましたけどもね、これまでね、ずっと私たちはですね、米大統領選挙、トランプ応援のね立場からね、ずっとこれね、皆様方にお届けをしてきたんですけども、結果的にはね、バイデン就任ということですけども、まだまだね、今後の展開っていうのはですね、予断を許さないし、また日本へのですね、いろんな影響というものもですね、考えられるということでですね、今回は、これまでのね、選挙を振り返りながら、また今後の見通しということでですね、お届けをしたいと思います。山口さん、どうですか、率直に言って、今回の。はい、まず皆様にお詫びしなきゃいけないのは、私は必ずトランプさん勝つと言ってましたけれども、今回ここまで就任までしてしまったので、少なくともこの段階においては私は完全に間違ってて、皆さんのことを惑わせてしまったことで本当にお詫びを申し上げます。惑わすというかね、そういう一つのね、見方ですよね。テレビとかオールドメディアでね、放映していない、また報道していないですね、そういう裏のね、裏面というかね、そういったところを、お届け、それを中心にですね、お届けはしてきたんですけれども、私もですね、トランプにそうですね、理由はあるし、当然ね、就任するだろうと。ただ、年を明けてね、戒厳令とかね、そういう物騒なことまでには、ならないのかなという考え方を私はね、持ってましたね。これ負けたわけではないですからね、票は必ず8万6000は取ってますし、ただそれを覆された誰も見てくれなかったというか、証拠がいくらあっても受け入れてもらえなかったということが、そうですね、完全に不正で乗っ取った選挙で、これはクーデターですから、これは負けたとしても、形としては負けましたけれども、選挙に負けたわけではないです。だからその真実をね、はい、しっかりとね、真実が何辺にあるのか、そこを見極めてね、やっぱり今後考えていかないとね、私もですね、ジョン・ロバーツというね、連邦最高裁のね、長官、これがね、最後の決断ができなかったなと。エプスタインのね、常連でしたからね。そうなんですよね、ジョン・ロバーツね。私もね、ちょっとね、アメリカの司法制度買いかぶってたね、ところがありましてね、最高裁でね、テキサスのね、ああいう、訴訟もですね、ディナイということでね、却下したり、やっぱりこの統治行為論というのがね、法律の世界にありますけど、日本でもね、こういう砂川事件とかですね、そういうのありましたけども、米軍の駐留というのは憲法違反じゃないかみたいなね、そういう、ところの裁判の判断というのはですね、やっぱりあまりにも高度なね、政治的なね、テーマなんで、なかなかできない、やっぱり逃げるわけですよね、統治行為論で。だからアメリカの最高裁もですね、やっぱり逃げたなという感じでね、やっぱり裁判決着はできないと。これでね、軍事裁判に持ち込まれるんじゃないかと言ってたんですけど、その手は取らなかったんですね。そうですね、それから、情報長官のね、ラトクリフですかね、彼が我々が放映した2日後でしたかね、出せなかったですよね、その時はね。その時は、後で出ましたけどもね、出ましたね、やっぱりね、その政権内部というか、その情報省といいますかね、その役所の中でのね、対立というか、そういうものがね、やっぱりありましてね、長官がね、トランプ派だからといってね、その通りには結果が出ないと、その辺の駆け引きというかね、やっぱりそのオバマの残党というとね、言葉悪いんですけどね、やっぱりオバマ時代に就任したそういう公務員とかね、まだまだ残ってますからね、
そういったところでのやっぱりこう確執があったんじゃないかなというのがね、うん、後になって、まあ分かるんですけどね、このそうですね、この1週間ですか、はい、20日までの1週間に、はい、起きたこと、世界で、うん、オランダの閣僚が辞任、そうですね、エストニア首相辞任、はい、クウェートの首相辞任、うん、イタリアの閣僚2人辞任、うん、ドイツのメルケルさえもそろそろ辞任、ね、で、まあ、ウォルマートの CEO が辞任、うん、このウォルマートっていうのはコロナで中小 あのお店全部閉めさせて、ウォルマートとかターゲットとか大きいとこだけやってたので、うん、そうですね、辞任する意味がちょっと分かんないんですけど、うん、イギリスの宇宙局のトップが辞任、ロスチャイルドが自殺、うん、あとスイタンローっていう二世佐藤ですね、うん、あの富豪が自殺、うん、まあ、ともかくなんか不思議なんですよ。はい、うん、あとそれからあれですよね、ブラジルとスコットランドとザンビアで枢機卿がいっぺんに亡くなってて、あと9人司教が亡くなってます。あ、そうです。みんなコロナだそうですけど、ちょっとね、同じ日に亡くなってたりとかするんです、うんうん、なので何かは起こってるように思っておかしくないんですね、うんうん、で最終日に CIA のあのジーナ・ハスペル、はい、フランクフルトのね、はい、に、あの、はい、いたと言われている、はい、完全に裏切ってるという、はい、彼女があの19日に引退しましたね。あ、そうでした。はい、だからそれで何があったのかって、そこで20日にどういうふうにつながるのかちょっとよく分からなくて、うんうん、ですからね、アメリカはもう、はい、あの領寒主義といいますかね、スポイルズシステムっていうのがあって、やっぱりあの大統領が変わるとね、ごっそりそういう役人とかもね、うん、変わっていくでしょ、うん、だからその今までのトランプ派的な人たちがね、うん、まあ一挙にこうね、まあ排斥というかね、うん、追いやられる、まあそういう現象の一つなのかもしれませんけどね、うん、いやでもそれはでも海外の人たちはそっち側じゃないですよね、必ずしもそうじゃないですよね、うんうん、なので、あ、まあだから私がはっきり言うと、この司教、あのカソリックですよね、カソリックはものすごくこの、はい、まあ、チャイルドアビューズですか、うん、性的虐待で告発をされまくってますけれども、はい、その一環じゃないかと私は思ってるんです。っていうのはフロリダのタンパで、14日に、71人が、うん、その子供の売買で逮捕されてるんです。大体同じ時期なんですけど、はい、はい、でこれはこの間もちょっと言いましたけども、トランプさんの肝入りの案件で、うん、子供の誘拐ですよね、何万人も毎年いなくなってると、でエプスタイン島では虐待とともに子供の死体がいっぱい出てるんですね。これはもう、はい、ニュースとして出ています。あとベルギーでも、うん、お城を使った性的虐待リンクが5年ぐらい前に、でこれ関係あると思うんです、うん、でこれこの人たちが摘発されたってことは、うん、トランプさん側の動きだとは思うんですね、うんうん、なのでそこまでは手が、ね、はい、はい、ですからそういう今までのね、こう、まあ、悪事がね表に出ると、うん、まあ、それをね、まあ、そのオバマゲートなんかもそうですよね。オバマがこう、はい、なりすまし大統領だったみたいなね、うん、実はアメリカ籍じゃなかった、アメリカ、はいはい、これアメリカ生まれじゃないとね、うん、大統領になれませんからね。オバマゲートはとか出さなかったんですよね、うん、これもちょっとよくわかんないんですけど、なんで出さなかったのか。ロシアゲート出しましたよね、はい、はい、ただオバマの身元がね、うん、ケニア出身でね、はい、大体大統領のになる資格がなかったのに、なかったっていうのね、ということでですね、今は問題にもなってますけどね、うん、だからあのカリフォルニア の知事までしたら、シュワルツネイガーね、はいはい、彼もね、自分はオーストリア生まれだからね、大統領にはなれないんだよということでね、もう大統領選挙をね、目指すなんてことはねできないというようなことを言ってましたけどね、うんうん、オバマがね本当にそれがケニア生まれだったらね、まあ、彼はあのハワイだとね言ってますけどね、はい、ハワイ生まれ、そうですね。でもおばあちゃんがね、うん、ケニアにいるんですよね。で、あの何でしたっけ、乳児院かなんかやっていて、はい、そこに中国からお米がいっぱい行ってるという、はい、だからね、まあ、その辺のね、まだまだねこの謎が解けないんですけどね、うん、まあ、いずれにしろもこうやってそのねバイデン政権になるということでね、まあ、今までの一切合切が出てくる可能性はね十分にあるし、バイデン自体がねまたねいろいろと告発もね受けてますし、インピーチメントっていうかね弾劾も受けるかもしれないしね、そうですね、うん、ハンター
息子のね、件で。あ、弾劾はもう始まりますね。今日からもう、グリーン議員が弾劾をすると、始めるって言ってます。うん、はい。インピーチメント、ね。はい。はい。なので、こっちは始まると思います。うん、だから、意外と短期にね、短期で、バイデンがね、降りちゃうなんてことがね、うん、大いにありますね。そうですね。1年持つのか持たないのかみたいなね、うん、4年じゃなくてね、うんうん、まあでもそうするとあのねおばさんがね、そうなんですよ、なるんですが、あの人はもっと左翼、過激な左翼ですから、カマラ・ハリスがね、うん、あの人がなったらいいってことは何もないですね、虎視眈々ちゃんとね、うん、狙ってるからね、はい、うん、なんですけれども、そうですね、でその後です、このバイデンの雰囲気というか周りの話は後からまた収穫したいと思うんですけども、はい、でまだあとでもトランプさんは辞める前に次々いろんなことをしていて、はい、ね、台湾とポンペオさんが台湾との今までこう交流できなかったこと全部解禁すると、はい、台湾との多分、まあ、ここを正常化するようなことを言っていましたし、はい、それからまだいろいろあと辞める当日に4つ大統領令出してますので、はい、ね、はい、その話はちょっと後からしましょうかね。そうですね、はい、ですからまあもうポンペオね、国務長官というのはもう素晴らしいね、もう今までに、これほどのね国務長官いなかったんじゃないかなと思われるくらいのですね、まあ仕事してますよね、うん、最後までまあそのアメリカのね、うん、そういう自由とか正義とかね、そういったことをですねしっかりと訴えてね、うん、トランプ擁護しましたけれどもね、ペンス大統領は結局見送りには行かずに、うん、バイデンの方の就任式に出たということ で、うん、でね、やっぱり、まあ、ペンスはもともとね、うんうん、棚からボタ持ち的な感じで副大統領になった男ですし、忠誠心があったからなったというよりもね、うん、そのレベルですからね、うん、まあこう風見取る時にね、うんうん、少なくとも25条不能力ですか、うん、で段階するときにペンスは止めたというのだけは、はい、それだけは評価できると思うんですけども、はい、最終的にね、はい、そうじゃないと弾劾が成立したかもしれないの で、ね、はい、そこだけは止めたと思いますが、はい、まあ、基本的にはちょっとダメでしたね、うん、そうでしたね、はい、どっちつかずの男でしたからね、うん、最初からね、そうですね、はい、はい、ですからまあその、トランプのね4年間っていうのはね、やっぱりこのアメリカファーストをね訴えね、うん、そしてまあそれまでのね戦争ね、うん、アメリカがもうドンパチをね、うん、もう戦争全部ね、一回も戦争を起こしてない、うん、起こしてない、タックスは下げた、そうなんです、雇用を増やした、うん、経済も上げた、非常にいいことをね、はい、やってきた大統領なんですよね、はい、あとベテラン、うん、そうですね、軍人、退役軍人さんたちの、はい、地位を上げた、そうですね、はい、はい、ですからね、そういうね、まあ、それはメキシコとの国境にね、まあ、フェンスというか塀をね作ったというのもねありますけれども、まあ、そういう本当にね一つ一つねピックアップするとね、もう立派なことをねやってきてるんですけどね、ただそれがね、その最初からそのマスコミとの激突をねしてましたよね、16年になってからね、うん、あれが本当にね、まあ効いてきたっていうかね、激突というかもう最初から抑え込まれてましたね、そうなんですよ、はい、だからもうね、あそこまで CNN とね、うん、戦って真っ向勝負でね戦って、もうまああれですよね、 FOX ニュースだけはね、うん、ちょっともうでも FOX も最後はダメでしたね、最後ねダメでしたね、折れたようなところありますけどね、はいはい、やっぱりねマスコミの世界をね、全て敵に回すみたいなことしたら負けるんですね、これね、でも負け、うん、別に回したわけじゃなくてあっちから来たんですからね、うん、まあね、うん、でもね、もうやるつもりだったわけで、うん、あっちは譲歩するつもりなかったので、うん、それはトランプさんには責任ありません、もちろん、ね、もちろんあっちから全部やってきたんで、うん、はい、だからね、そのやっぱりアメリカ人のね、うん、まあ半分か半分以上かはね、うん、そのマスコミ、報道にね、うん、ね、はい、やっぱり影響されるわけでね、うん、うん、いくらこのインターネットのね世界がね、発達してもですね、それはそれでね、うん、まあ、
少し物を深く考える人はね、まあ、そういうことは分かるんでしょうけどね、普通のアメリカ人っていうかね、そうですね、これはもう日本でもね、普通の日本人はやっぱりもうコロナ一色ですからね、やっぱそういったところに似てるなと思うんですけどね、はい、まあ、そういうことでね、ちょっと超過しましたけれども、本日はですね、まあ、この、第1回目の前半で終了したいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。